ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はこちらセルフヘルプ術、はい、カーシー博士のセルフヘルプ術、うん、プリーズアンダースタンドミーと、はい、もういいですね一連のコントはいいです。一連のコント、はい、はい、前が ESTJ だったので、うん、じゃあそれが内向になった場合、うん、ISTJ、うんうんうん、内向感覚思考判断ですね、うんうん、SJ 気質、うん、エピメテウスでございます。エピメテウス、アトチエ、はい、ミキティでおなじみのミキティでおなじみの、はいはい、エピメテウス、エピメテウス、パンドラの夫、はい、タイプの紹介をと思っています、はいはい、ISTJ、うん、信頼できる質実剛健の人、うんうん、とあります。頼りがいがあり結果を重視するタイプ、うん、実際面で決断力がある、うん、ISTJ 型は伝統的な組織の頼もしい守り手である、うん、このタイプを一言で表すとしたら頼りがい、うん、このタイプは総人口の約 6% を占めると、うん、外交の方が、13% だったので、うんうん、はい、ちょっと少ないよと、はい、で ISTJ 型が信じる言葉は結束であり、うん、国家や自治体、会社、うんうんうん、あるいは家庭が崩壊すると考えただけで不安な気持ちになる、うんうん、エニアグラムで言うとタイプ6とか、うんうん、タイプ1とか、うん、そんな雰囲気ですかね。無口で辛抱強い、うん、ISTJ 型は家庭でも職場でも真面目で無口であると、うん、非常に辛抱強い性格で信頼がおける人物、うん、契約が守られないと不愉快になり自分の言葉には名誉をかけている、うん、で組織内では資産管理のような信頼性を要する仕事を任され実用的な面観点で仕事をする。ただ黙々とするので、うん、その自分が貢献した仕事っていうのが人に気づかれづらい、うん、もう僕からすると そんな性分ですねと若干わかるよなんて思ってます、うん、そんな性分、はい、で会計士など堅実で緻密な職業に向くとあります、うんうん、なんか AI が入ってきて大丈夫かなって急に不安があって、まあ、私も近い、うん、あの ESFJ 型なので、うんうんうん、なんか気持ちはわかるかなって思ってます、うんうん、ISTJ 型は物事を完成させること、うん、詳細な事柄、正義感を持つこと、実用的な方法、人や物をスムーズに動かすことなどに注意を払っているので、うん、例えば、銀行監査の係とか、うん、会計監査人、公認会計士とか税務調査官のような仕事に向いていますと、うん、有価証券の運用に関心のある ISTJ 型も多く、有料安定株を選んで投資する、うん、だが資金が自分のものであっても他人のものであっても、このタイプがリスクを犯すことはほとんどないだろうと、うん、なんであの FX とかで、うん、一攫千金みたいな、なんかその自分の貯金でないような額を、うん、レバレッジとかは、うん、多分やってないのかな。堅実に堅実にって、うん、なんかまあそういう人が今までの人生は勝ってきましたよねごめんなさい、うん、勝手にこれから勝てないみたいな違うよ違うよ違うです違うです、うん、信頼のおけるコミュニケーションができる、うん、ISTJ 型は複雑な細かい数字を使いこなすことができ、うん、それを使って説明することができると、うん、人を信頼させ安心させるコミュニケーションができるので、うん、例えば病院や図書館、うん、ビジネスの運営における優秀な監査役になれるだろう、うん、葬儀や弁護士、秘書、法律調査の仕事にも有能って書かれると、うん、なんだ社長にはなれねえのかよっていう気持ちが湧いてくるんですよ、ね、うん、これまあほっとけかもしれませんけど、うんうん、ISTJ 型は批判に対して傷つきやすいことが人に分かってもらえないためにその周りから冷たい人物に見られることがある、うん、なんてことが書いてあります、はい、でルールや秩序を大切にする。 ISTJ 型は組織内での仕事や規則に対して辛抱強い反面、組織内で人々の目標がバラバラだと我慢ができない、う
資材や物資もあるべきところにきちんと収まっていること、うん、そして適材適所の法則を好む、うん、やっぱりルールマニュアルとかルールっぽいですね、はい、うん、で体調とはちょっと気質が違う、うん、雰囲気あいあルールがないよって言ってるわけじゃない、うん、はい、直感で、うん、フィーリングで、うん、認知の人認知の人はい、家庭を一生大事にすると。あ、素晴らしい。 ISTJ 型は家庭では夫や妻として大黒柱となるだろう、うん、ビジネス上の契約のように結婚の契約も重んじると、うんうん、相手には忠誠を尽くし子供や配偶者への責任を真剣に考えて生涯にわたる献身を約束する、うんうん、重いですか。素晴らしいと思います。本当にISTJ 型は義務という言葉の意味を本当の意味で分かっている、うん、本当の意味で本当の意味で、うん、で ISTJ 型の男性は一家の稼ぎ手でもあるが、うん、子供に対する責任もおろそかにしない、うん、その限りは妻が働くことも認める、うん、で男性の ISTJ が考える男性像は家父長制、うんうん、お父様が家の長である、うんうん、っていうことに基づいているが、うん、男女ともにこのタイプは安定した信頼できるパートナーとなると、うんうん、なんでこの ISTJ 型の女性の場合は船舶なこと、まあ、浅いことを嫌うことがあり、うん、その官能的な面に走ることは少ないとあります、うんうんうん、いいじゃないですか、はい、本当に本当そう思ってる。あ、それは女性、あ、男性から見て女性、女性、あ、うん、いいですよね。男性の身勝手ですよね。親としては守備一貫、うん、守備一貫した子どものしつけを行い家庭内のルールを明確にする、うん、しかし反抗心が強く協調性のない子どもとこのタイプの親はうまくいかないことがある、うん、その逆も同様であると、うん、なんで親がまたそういう、うん、なんて言うんだろう、自由なタイプで子供がこういう真面目なタイプだとちょっと難しいかもねと、うんうん、しっかりしろよ、ね、ちょっと親に対して、ね、親に対して、はい、でしかし ISTJ 型の子供は素直でおとなしく、うん、親や教師にとって喜びの源となると、うんうん、で無責任なパートナーでも面倒を見る、うんうん、これがやっぱりあのエピメテウス的な、はい、パンドラも、はい、パンドラを最後までちゃんとって、うん、驚くほど実際的で分別を持つ ISTJ 型でも全く無責任なタイプを結婚相手に選ぶこともあり、うん、そうした場合は、結婚生活が長く続くにつれて大人同士というよりも親子のような関係になり得ると。なんかまあだから、うん、よしな感じですね。世話してあげてる、そんな感じですかね、うん、言うことを聞かない相手を時には救おうとしたり、時には改造しようとする気持ちの間を揺れ動くと。そうなると結婚生活は生涯にわたって堂々巡りのいたちごっこだよと。相手は無責任を後悔し直そうとするがまた元に戻って、でまた ISTJ 型は相手を非難して助けてっていうサイクルが延々と続きますと。このパターンは ISTJ 型がアルコール依存症と結婚して怒りと拒絶の感情に襲われながらも面倒を見ていくという人生にも見られると、うん、しかしパートナーの気まぐれやわがままは我慢できるのに、どういうわけか自分はそういうことはしない、うんうん、自分は許せないです。もうなんかそんな将軍だねと思っちゃうんですよね。偽りの飾りよりも質実合憲、うん、ISTJ 型は大げさなセリフ、うん、派手な服装、うん、飾り立てた家庭などを嫌い、うん、信用もしない、うん、虚飾、要は偽りの飾りを意味嫌い、うんうん、整然とした機能的な家庭や職場環境を好みますと、うん、例えば家具にしても長持ちすることが第一条件、うんうん、だからその安い、うんうん、なんかあの青い黄色い文字とかは違うと、うんうん、長く、うん、信頼できるものだと、大塚だと、うん、匠大塚だと、うんうんうん、あ、書いてないですけどね。見た目はあまり気にしない、服
装も流行のものとか豪華なものじゃなくて実用的で丈夫なもの、うん、食べ物にも医療にも無駄がないことがこのタイプの特徴で、うん、エキゾチックな場所や食べ物にはあまり興味を抱かない、うん、で男同士の集まりや地域活動が好き、うん、ISTJ 型の男性は男だけの集まりを好み、男同士の時にはちょっと違った言葉遣い、うん、ちょっとまあ雑になったりするんですかね、そういうのもやってもいいよねみたいな、うん、ここなら信頼できる場所ならって、うん、で、釣りやハンティングツアーを、まあ、アメリカの方なので、うん、今だとまあ男ばっかでキャンプ行くとかそんな感じですかね、うん、でこのタイプは女性よりも男性の方がボーイスカウトのような若者に伝統的な価値を伝える地域社会の活動に関わる傾向が強いと、このような団体は国民の遺産を守るために貢献していると信じているからだと。で他の SJ 型、いや私ですね、と同じように、ISTJ 型は結婚式や祝日の宴会、誕生会などのような慣習に従って行われる祝い事に参加することは特別に楽しみにしている。職場での年末年始の会などは必要枠と考えるが、ちゃんと出席してそれなりに楽しむとあります、うん、というこの ISTJ 型、うん、たまには生きにくしてもいいんじゃないなんて、うん、まあ、勝手に思ったり、その辛いと思ってでないと、あ、うん、でないってことですよね。じゃないかなと思いますけどね、はいはい。勝手にすいません。おせっかいが過ぎました。はい、はい。あ、そう、うん、自分を理解しましょうですね。僕が人の理解、うん、人を勝手に理解しようとしなくていいってことですね。苦しいって思ってるんだったら、はい、たまには気にしましょう。はいはいはい。すいません。はい。出過ぎたまねを。というところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。